えなこは、日本の女性プロコスプレイヤー、グラビアアイドル、タレント、歌手、声優、p p エンタープライズ所属、愛知県名古屋市出身、女性アイドルグループパナシェ、の、元メンバー。パナシェ、解散後に一旦は引退するが、ファンの熱意に負け復帰する。TV、インターネット番組や、国内外の企業イベントコンパニオンに出演している。 2020年4月、内閣府に、クールジャパンのアンバサダーに任命される。エナコは芸名であり、由来は最初に使用していたハンドルネームが、みなずきエリナで、それから、エナとなり最後は、エナコに落ち着いた。みなずきエリナを名乗っていた理由は、特になく、単純に可愛いからとか文字が良い感じだからと、語っている。性格はすごく面倒くさがりでズボラ。 好きな動物はウサギ、猫。2016年10月からチャムチャムと暮らしている。月収は100万円以上で、コミックマーケットでは夏と冬を合わせて2日間で1000万円以上を売り上げた。ただし、同人写真集の衣装、装備品、入稿、スタジオカメラマンの代金も自費で支払っている。2019年のテレビ番組で売り上げを2000万円以上と語る。 好きな色はピンク。本人曰く、雨女で自分に大事な行事の日は、ほとんど雨が降る。一番好きなアニメは僕らベアベアーズ。作画がすごく綺麗で見入ってしまう神アニメは、空の境界である。好きな人物は、田村ゆかり。好きなアニメソングは、星屑、ウィッチメルル。映画館で5回も見たのは、魔法少女リリカルなのは、劇場版。 好きなアニメの男性キャラクターは、ルルーシュランペルージであり、現実の男性は趣味、仕事を理解できる人。年上だと、シーナ・キッペが好き。黒縁メガネ・フェチであり、宮川大輔が好き。理由は面白くかっこいい。また、本郷・カナタも好きであり、理由は、TV 番組で、オタクで、ガンプラが大好きなのを知り、メガネや、趣味も合いそうだから。結婚式は、グアムとか、 ハーイ州であげたい。好きな飲食物はウーロン茶、卵料理、杏仁豆腐。嫌いな食べ物は辛いもの。ダイエットは時間厳守で好きなものを食べる方法と室内筋力トレーニングを取り入れている。習い事はピアノ。趣味はアニメ鑑賞、カラオケ、コスプレ、音楽ゲーム、美少女ゲーム。コスプレ衣装の手作りやウィッグをカットするほど手先が器用である。 衣装制作の際は家中を裸でうろついている。思い出の衣装はコミックマーケット79できた東方プロジェクトのキャラクターいざよい先夜であり、多くの人にツイッター等で紹介され広く知れ渡り天気になった。普段は目立たない格好をしている。初めてプレイしたゲームはポケットモンスターか。リズムアクションゲームのリフレクビートボルツァニでは番組中にハードモードをプレイし、 フルコンボを達成させた腕前である。他にバイオハザードシリーズやモンスターハンターシリーズ、アーチーイージなどいろいろプレイしているゲーマーである。休日は20時間くらい寝ているか1日中ゲームして眠たくなったら髪を取るという過ごし方である。中日ドラゴンズのファンである。は、インターネット配信。ラジオでアシスタントの青木祐馬と出演。 2018年同人同人出展は、マンだらけ通販を閲覧。出版シャップス、歌、えなこ、青木ゆうま、作詞、作曲、青木ゆうま、編曲、宮間純君にメタモルフォーゼ歌、えなこ、青木ゆうま、作詞、作曲、青木ゆうま、編曲、杉浦ラフィン聖一郎鋼鉄の絆ウィーアレ、ザーニメート歌、えなこ、作詞、 作曲、編曲、マッシブニュークルーカラフルフェアリー・ボエジ歌、エナコ、プロデュース、キサラ・平、作詞、マサキ・エリカ、作曲、編曲、ホンダ・ユキトドケ、ダブル・ケンドカ、エナコ&、アオキ・ユーマ、作詞、作曲、アオキ・ユーマ、編曲、杉浦・ラフィン・聖一郎散歩ソングカ、エナコ&、アオキ・ユーマ、作詞、作曲、アオキ・ユーマ、編曲、 杉村ラフィン、聖一郎 SP、ラッシュロード歌、えなこ、作詞、ザック、作曲、プロデュース、トム HCKC82 の、パナシェ。左から五木明、黒猫、えなこ、五木明、えなこ、黒猫からなる、コスプレイヤーたちが集うアイドルユニット。プロデューサーは、ソニーミュージックエンタテインメントの八山孝之で、サウンドプロデュースは、クリーンティアーズが担当。 レーベルはソニーミュージックのデフスターレコーズ。ユニット名の由来はパナシェはフランス語で混ぜ合わせたを意味する。コスプレイヤーは二次元と三次元をミックスしたものであるという考えを由来とし命名された。リーダーは不在だったが黒猫が仕切っていた。パナシェ。結成のきっかけはエナコである。2012年8月16日に黒猫がパナシェを結成したことを ツイッターで報告する。それに伴い、パナシェ。公式インフォーメーションや、ニュースサイトも報告する。24日に、ファースト CD、シングル、きらめきミライズをリリースし、メジャーデビューを果たす。28日に、ニコニコ本社にて、リリースイベントを行う。11月18日に、SME 乃木坂ビルにて、デビューライブイベントを行う。12月15日に、 中国製都市にてイベントを行う。2013年1月12日に秋葉原でライブイベントを行う。2月13日にセカンド CD シングルスカイビリーブをリリース。17日に大阪でリリースイベント。3月3日に渋谷区でリリースイベント。27日に CD アルバムリーンカーネーションをリリース。4月26日にパナシェ。 公式インフォーメーションにて解散することを発表した。3人出演は末尾に、五木明の実は、えなこのみは、イベントテレビネットゲーム雑誌シ CD シングル CD、アルバムパナシェに関するカテゴリー。ありがとうございます。